旅人、元気にしてるかい？僕の登場にびっくりしただろう。さて、いい知らせだ。特別な日を祝うために舞踏会を開くことにした。華やかな場になるようにこの僕が一生懸命企画したものだ。素晴らしいショーと音楽、それに美味しい料理もバッチリ。もちろん一番大事なのは君が出席してくれることさ。どうだい、僕の招待を受けてくれるかい？賑やかな雰囲気の中、テイワット大陸に残してきた足跡や忘れられない瞬間を振り返り、そしてグラスを掲げて僕たちにとって大事な日を共に祝おう。この先の旅できっと思いもよらないサプライズに数多く出会うだろう。これからも君と一緒にたくさんの思い出を作っていけたら嬉しい。では星の光を浴びながら君と共に踊れるのを楽しみにしているよ。フリーナ役の水瀬いのりです。原神4周年おめでとうございます。私はフォンテーヌという場所で水神、フォカロルス、そしてフリーナとして登場したキャラクターボイスを担当しているのですが、名前が水瀬いのり、水が入っている、そして水神ということで、すごく、ご縁を感じて演じさせていただきました。フリーナ自体はとってもこう深掘りしていくと知られざる一面を、一面どころではないですね、二面三面と、持ち合わせたキャラクターになっているので、収録時もこう過去だったり抱えているものっていうのをこう気丈に振る舞いながら繊細なお芝居をしていくのがとても難しかったです。似ている部分、似ていない部分、そうですね、まあでも人間誰しもこういった感情の機微っていうのはあるのかなと思いながら、私はフリーナを演じておりました。まあフリーナ自身はすごく孤独を抱えながら、戦っていた子ですけども、改めてその自分が抱えていたものから解き放たれた時に本来のフリーナらしさがたくさん出てきて、最近は心からね笑っているフリーナを演じられて嬉しいなと。その分のこう孤独が長かったので、改めていろんなキャラクターとこう素のフリーナでおしゃべりできるシーンが増えてとても嬉しいなと思います。旅人の皆様も多分フリーナって最初はちょっと勘違いというか誤解をねすごく招くキャラクターだったので、どんな子なんだろうって思ってたと思うんですけど、旅人の皆さんからとても愛されるキャラクターになったとお聞きしたので、すごく嬉しく思っております。そして、気になるキャラクターなんですが、すごい私事ですけども、昨日の夜ですね、久保ゆりかちゃんとご飯を食べていたのでカチーナをあげさせていただきます。はい、久保ちゃんにも、明日そういうコメントをするねと謎に予告しているのでびっくりされないと思うんですが、ちょっとね国が違うのでなかなか掛け合いっていうのはないんですけど、今後もし何かの機会に4コマとかわかんないですけど、はい、中の人的にすごく仲がいいので、いつかちょっとカチーナとフリーナ、名前もちょっと似てますからね、はい、ぜひぜひなんかコラボできたら嬉しいなと勝手に思っています。はい、ということで改めて4周年おめでとうございます。原神展など、旅人の皆さん、ユーザーの皆さんと関われるイベントなんかにも私も先日ですけど夏参加させていただいたりと、すごくこのゲーム内で見ているキャラクターたちをさらにリアルでも体験できるような、そんな体験やイベントも目白押しで、ますます盛り上がっていくことを願っております。今後もフリーナとして、キャラクターボイスを担当できることを喜びに、また次回の収録以降も、お声掛けいただいた際には全力で演じていこうかなと思っているので、引き続き、フォンテーヌの応援もよろしくお願いします。以上、フリーナ役の水瀬いのりでした。